はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさんです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するので、ちょっと珍しいですね、これ。こちらですね、バシ。フレンチスティック味噌マヨですね。ほー。フランスパンみたいですよね。で、味噌マヨ、味噌とマヨネーズが塗ってあるんですよね、多分。98円。スーパーで購入いたしました。食べてみましょう。なんか、不思議な匂いだな、これ。大丈夫かな？いただきますね。あのね、ほとんど味噌の味、マヨの味ほとんどしないな、これ。これどうかな？これパンにはな。味噌か、パンか。ちょっと厳しいかな、これ。なんだっけ、フランスパンに、たらことかマヨネーズを塗ったものがあるじゃないですか、パン。あれって初めて見たとき、と思ったんですけど、うまいですよね、食べてみるとね。これも珍しいなぁなんて思ったんですけどね。ちょっと、ちょっと微妙ですね。味噌はね、うまい味噌使ってたもんだけどなぁ。ちょっと、合う合わないありますね。合う合わないってあと。やっぱパンに味噌ってどうかなっていう先入観と、実際食べてみて、っていう部分ですよね。でも多分これ好きな人はすっげーうまいっていう人がいるのかもしれない。なんともいえないです。僕の味覚とね、人類の味覚は違う。人類の味覚っておかしいですけど。違いますからね。なんとも言えないですけどね。まあ、よかったらね、試してみてください。スーパーさんの中にある、よくパンの専門店、本当にそこで、焼いてるのかな？パン屋さんってあるじゃないですか。ちっちゃなスーパーだと、本当にね、仕入れるだけだと思うんですけどね。ちょっと大きなスーパーとかですね、ショッピングモール行っていただければね、そういうところがあると思いますので、はい、ちょっとね、試しにね、食べてみると、意外とハマるっていう人もいるかもわかんないですね。はい、ということでありがとうございます。今日ご紹介したのは、星俺言ったかな？星二つかな？一つはかわいそうっていうかね、一つ、よっぽどのことはないけどね。星二つでございますね。はい。ということでございました。今日ご紹介したのはですね、ちょっと珍しいですね。フレンチスティック味噌マヨでございました。ありがとうございます。